僕はもともと天然物もポジティブではありません。もともといじめられっ子で、体が弱くて、自分なんか生まれてこなくてよかったんじゃないかって思ってるような子供でした。でも、この10年間、ずーっとポジティブな振りを続けてきました。はっきり言います。その方が有利だからと思ったからです。きっとポジティブな振りをしている方が、ポジティブな状態に自分が近づけると思ったからです。また、ポジティブな振りを続けた方が、きっと人気者になれる。そう思ったからです。もっと下品な言い方をすると、ポジティブな方が稼げるとも思いました。世の中を見ていて、ネガティブな情報で稼いでる人も、ごく一部にいますが、長期的に稼いでる人はいないなという分析もしました。いや、そもそもネガティブに稼いでいても、きっと辛くなるからだろうなという推測もしていました。でも、ポジティブな情報やポジティブな状態を撒き散らしながら、例えば仕事がうまくいったり、例えば社会貢献がうまくいけば、きっと人気者になれるし、自分のことが好きになれるだろうなって思いました。それなら続ける価値があると思いました。だから、続けると決めました。実は、振りは未来、本物になるということが、研究で証明されています。最初は振りで構わない。でもそれをやり続けていくと、だんだんそれが本物になっていくということです。僕自身ずーっと世界を変える男、鴨頭義人です。炎の講演家、鴨頭義人です。明るく情熱的な太陽、鴨頭義人です。言い続けてきました。振りです。そもそも講演家になる前から炎の講演家と言ってました。社会貢献活動を何もやってない時から世界を変える男と言ってました。ネガティブな面が残っているからこそ、明るく情熱的な太陽と言ってきました。すべて違ってたからです。でも、そうなりたいということを振りを続けてきました。それは言葉だけじゃないです。表情も、歩き方も姿勢も全部です。明るく情熱的な太陽が、こう歩かないね。胸を張って大股で、そう、歩幅で言うと65センチは、きっと歩幅はあるだろうと。具体的にイメージして、街を歩いてる時も、振りを演じ続けてきました。もちろん、講演家になってからは、講演の会場でもやってますが、それはある意味当たり前です。講演会の会場に着く前から、講演家だったらこんな風に道を歩くだろうとイメージして歩いてました。僕は講演会の会場に行って講演家になるんじゃない。日常から講演家でした。家族といる時も、仲間といる時も、電車で移動する時も、いつもです。たまに気が緩んで新幹線でよだれ垂らして寝たりはします。でもその時僕はこう思います。使い切ってるからだって。絶対に自分のイメージは下げない。それぐらい振りをしてきました。もちろん、10年前僕が世界を変える男、鴨頭義人ですというと、ほとんどの人が、と鼻で笑ったり、不審な顔で見たり、馬鹿にされたりしました。でも、僕は振りを続けました。するとどうなったか。振りが、だんだん、本物になっていきました。どうですかね？今僕が世界を変える男、鴨頭義人ですって、何言ってんだお前って直接笑いに来る人いますかね？陰で言う人はゼロじゃないかもしれない。ある程度有名になりましたから。だけど直接言ってくる人なんかいないです。10年前いましたよ。何やってるんですかって。そんなこと言う暇があったら、もっと足元見てちゃんとやった方がいいですよって。僕よりも年下の経営者に何回も言われました。覚えてます？池袋の、なんだっけ、グリーンのカフェ。緑色のカフェ。スターバックスじゃないやつ。もう一個。プロント。そう。池袋のプロント。すぐそこにあるわ。あそこっちか。東口の。プロントで、あの時はなんだかな。
福岡にいた経営者の人がすごい有名な人で、紹介者がいて、紹介してもらって、ハッピーマイレージの話をしたんですよ。僕はこうやって承認の世界を広げるんですよとか言って、熱く語ったんですよ。もうなんならちょっと泣きながらぐらい熱く語ったんですよ、プロントで。その時僕、プロントでよく喋ってたんですけどね。いろんな人にハッピーマイレージの話を。そしたらその、僕よりも一回り以上年下ですね、の経営者の人が僕にこう言いました。看護師さんね、いいことを教えてあげますよ。よく聞いてくださいね。はい。人はね、変わらないんですよ。だそんな馬鹿げたこと言ってないで、もういい歳なんだから、ちゃんと金稼いだ方がいいですよ。って言われたんです。で僕はその時、言い返せなかったんです。だって事実は彼の言う通りだから。僕はその当時、夢ばっかり語って、1円も稼いでなかったんです。会社は作ってたけど、売上ゼロ、利益ゼロ。もちろん赤字です。経費しか使ってませんから。なので、事実だったんです。彼の言うことは。だから一言も言い返すことができないで、今日はお忙しい中、時間を使ってくださってありがとうございました。と言ってプロントを出ました。そこから自分の事務所に帰るまで、声を上げて泣きました。悔しくて悔しくて。年下の経営者にこんなに馬鹿にされることがあるんだと思って。夢を語っただけでこんなに馬鹿にされるんだと思いました。でも僕は自分の生き方を1ミリも変えなかった。もちろん悔しかった。言い返せなかった。涙も出た。恥ずかしかった。悔しかった。それ事実。でもその後僕はハッピーマイレージの活動をやめることもなく、講演家になるという夢も絶対に諦めないって決めて、今彼と会う機会はないかもしれないけど、彼が僕のことを知ったら、あの人本当にやりやがったって思ってると思います。何の問題もない。僕はフリを続けたんです。でも、10年前僕は、偽物でした。講演会なんてやったことがないのに、講演家と名乗ってました。経歴詐称レベルです。でも今僕は講演家です。世界を変えるって言い続けました。ほとんど詐欺みたいな話です。でも世界を変えることしか考えてません。自分に対しては一点の曇りもなく、自分の未来を語り続けて、ふりをして続けてきました。周りは実際に自分がやっていること、僕の実績しか評価はしません。だから周りから見ればふりです。嘘つきかもしれない。詐欺師と呼ばれるかもしれない。でも僕の中では、ふりを続けた。だけでした。大人が夢を叶えたりビジネスで成功するために最も重要なスキルはたった一つ、それは目的を達成する伝達力です。この伝達力が身につくと、今までイエスが取れなかったものがイエスに変わっていきます。自分がお願いしたことがイエスに変わっていけば、仕事の成果も変わる、人間関係の悩みも減らすことができる。それが伝達力を学ぶ価値です。話し方の学校では、この伝達力を今の自分のレベルから一つ一つ上げていくためのコンテンツや学びの環境が揃っています。ぜひ話し方の学校で自分の伝達力のレベルを上げて、自分の人生の質を上げていきましょう。あなたに出会えた奇跡を心に貯めていこう。